とりあえず練習までの間ね、とりあえず練習していきたいと思います。はい、トレーニングの時間になりました。今日はね、4時20分から筋トレをやって、でその後5時からミーティングして、で6時から、トレーニングっていう感じです。じゃあ着替えて行ってきます。行ってきます。何筋人筋か。なんで止めちゃったの、ね、ゴール、ほら、ゴールポーズ。邪魔。さっきほら。やばい、今の。ナイスキーパー。ナイスキーパー。ナイスキーパー。すごい、ナイスキーパー。スーパー。決断です。めっちゃ痛今日めっちゃ洗濯物多い日だ。うん、ありがとう。こういう感じで僕今洗濯物干してるんですけど、だから洗濯物干す時間っていうのも友達とかと電話してれば普通に楽しい時間になるんで、もしね作業とかねしててつまんない時とかあったら、ぜひ友達とかと電話してしながらやってみるといいと思いますよ。利用するんだよ。僕はこうやってあの友達をいい意味で利用しています。そっちやめてよ。今は痛いじゃん。じゃあまた。じゃあね、いつものやるか。いっせーので、俺たちはファミリー。はい、決まったな。いい感じで OK です。じゃあまた明日。おやすみ。くれない。あ、ありがとな。じゃあね、バイバイ。こんなことしたことありますっけ。ね、切りたくない。いや、俺も切りたくないっすよ。いや、きついでしょ。はい、今日の練習は火曜日っていうことで、月曜日がオフなんで、火曜日はフィジカルトレーニングをするんですけど、もちろん
トレーニングはきついですけど、それがね勝利につながると思えば頑張れるし、今日のトレーニングの中で、まあ、感じたことというか、まあ、感じたことはきつい中でもどのような声かけをするかとかっていうのは大事だなと、また改めて思いましたね。 100% のその人の力があってそいつがサボって 30% の力しか出していません、まあ、それはやっぱりきつく言うべきだし、きつく言ってチームとしてもやっぱりやらせていかないとダメだし、できつく言わない多分当の本人も気づかないだろうし、まあ、そのような声かけね、でいいプレーがあったらちゃんとねナイスプレー、ナイスパス、ナイスゴール、ナイスシュートって褒めてあげる。でそうすることによってやっぱりあこれがいいプレーなんだっていうこともね自覚できますし、その人がで僕自身も今あの声かけのところでね、まあ、全然まだまだ、課題があるのでその部分を僕も改善してやっていきたいと思います。また明日、明日の練習も頑張っていくと思います。はい、で明日はね朝の10時から練習なんで、もう今日はこれで寝たいと思います。じゃあ今週も、動画を見ていただきありがとうございました。この動画いいなと思ったらいいねボタン押してください。そして、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた明後日、バイバイ、おやすみなさい。